こんばんは。去年6月、名古屋市千種区でパチンコ店の女子店員が東京江東区のマンションに住む女性が行方不明となっていた事件で、女性の殺害を所持供述をしている同じマンションに住む男が、女性が帰宅したがドアの中で上半身で部屋にも侵入したと判定していることが分かりました。されましたが死亡が確認されました。そんな思いに抱かれて